彼が紹介してくれそうなんで、ちょっとそうですね、1曲目に、はい、1曲目に、ね、2曲目にね、お届けしたのは、はい、グレイティストラゴーボールという曲なんですけれども、はい、これが僕がどうしても卒業前にやっておきたかった曲でございまして、うん、ホイットニー・ヒューストンさんというね、もうお亡くなりになるんですけど、その偉大なシンガーさんが、まあ、ジョージ・メンソンという方のカバーをした曲なんですけれども、うん、これが、まあ、グレイティストラブとか言ってるからね、どんだけすごい愛なんやと、ね、どんだけ愛されてるの、どんだけやと思ったら、そういう愛じゃないんですよ。え、どういう愛じゃないの、どういう愛、いい反応対象、どういう愛なんですか。このグレイティストラブ・オールっていうのは、要するに自分に対する愛が一番大切だよということです。教訓っぽいね。そうですね、まあ僕の解釈としては、まあ、ただ一人よがりになって自分が一番だった。ちょっと一部の層に。なんで笑われてるのか分かんないですね。私は真面目に MC を進行しております。はい。はい、どうぞどうぞ。そうです。じゃなくて、やっぱり自分っていうのは、やっぱり今までの人生の中でね、いろんな人に助けられて、支えられて、構築してきたものだと思っておりますので、自分を愛するということはね、今まで出会った人って、なんで笑うんですか。先生みたいな。そう、なんかね、卒業式の先生みたいな。そうそう、社会出るからね、そういうことを意識していかないと。まあ、いろんな人に感謝できる曲だなと思って最後に歌えて、僕は良かったなと思っております。はい、はいはい、ということでね、私たちも、結成から2年半、結成からね、メンバーチェンジとかね、はい、活動休止期間もありつつ、活動を続けてきたわけですけども、今回のサークルライブをもって、サークルライブが、最後のサークルライブになります。すごいな、サークルライブがサークルライブみたいなね最後のステージですね。そうですね、はい、ちょっと緊張ね、まあ、私たちがここまで活動を続けてこれましたのも、SCS のサークリーンの皆さんや、OB、OG の方々、そして、ライブに足を運んでくださった、お客様のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。では
最後に Feeling Soul がお届けしますのは、私たちが一番思い入れの深い曲になります。お聴きください。 I like it。So satisfied